それこそ、はい、第三舞台、今ね、行きましょうか、第三舞台の話ですけれども、小上さんは大学生になられてから、はいはい、早稲田大学演劇研究会っていうことに入った時ですね、はいはい、もう入られてどういう経緯があってこの第三舞台を作ろうというふうに、ま、だからそれもだから繰り返しますけど、僕は出しゃばりな人間ではないの で, ないので、中身は、作家とか演出家したいなと思ってたわけですけど、うん、本当にあの当時劇研っていうのは50人ぐらいいたかな、うん、50人いて作家志望がそれこそ 5,6 人いたんですね、うん、それから演出家志望も 5,6 人いましたね、うん、もっといたかな、うん、でだからもう本当にみんなぶつかり合ってて、うん、もういがみ合っていて、うん、その中で、まあ、俺はなとかって思ってたんだけど、うんまあ、たまたまだから本当に麻雀を大高弘っていうのから麻雀しないかって言われて、うん、で先輩の家へ行ったんだけど、あの当時電話とかもない先輩が多かったから、うん、直接行ったらいなくて、うん、で喫茶店に入って2人こうバカ話してて、うん、大高弘がぼちぼち腰上げたらって言ったので、ほげようかっていうふうになったって、そう、大高さんの一言が、大高はね、後から聞くと大高は、いや俺を巻き込むなって言ったもちもち腰を上げたらっていうのは、あの俺の単なるアドバイスで、あの俺と一緒にとかいうことは何にも思ってなかったって、後から本人に言ってましたけど、でもまあそれがなかったら多分本当に、作ってなかったと思いますね。じゃあでも大高さんを思ってたわけですね、きっとくすぶるものがあるんじゃないかって、小上さんに。まあそうでしょうね、多分やっぱりなんか一緒に芝居見たりとか、あの映画見ても、あのまあ、大高夫妻のことはなかったですけど、何人かで見た時も、うん、その後飲み屋入って居酒屋で、あれはさ、ああいう風にした方がいいんじゃないの、うん、とかっていうのを僕の聞いてたっていうのがあるでしょう、なるほどなるほど、当時はそのどういった、作品とかに影響を受けてたって、やっぱ僕らの時代は塚さんが大きかったですね、塚さんのやっぱりそのあのなんだろうな、まさに全盛期を見たっていうことかな、今もその例えば同年代でいろんな方が活躍されてますけど、うん、その当時から交流はあったんですか、その例えば成井さんとか野田さんとかあの方たちとの交流的な、あの、ね、一番あのワンパックで語られたのは、うん、第三エロチカの川村っていうのがいて、あ、まあ、第三同士だからっていうんで、うん、よくわかんないけど、お互いやってる芝居全然違うのになと思いながら、なんかあるとワンパックで取材されたりもしてましたね、うん、なんか共通点あるんですかみたいなね、なりますもんね、やっぱね、野田っちとはね、野田っち、なかなか野田さんのこと野田っちって呼んでる人はいないと思う、野田っちとは一回あいつが離婚かなんかするみたいになって、はい、それでなんかもし辛いことあったら一度も俺に言えよって言ったら、なんでお前に言わなきゃいけないんだって言ってそれはそうだって言ってそれはそうだろっていうのがあって、で成井君も全然、うん、話はしてないですね、クロスしてないですね、ああそうなんですね、うん、なんだろうね、うん、なんか同年代は何だろう、今の人たちの方が同年代のつながりがあるのかな、あの当時は、うんまあ、僕らもちろんその一個上の世代みたいな、あの劇団同士敵同士みたいなね、あのそのいわゆる寺山さんのところに龍山寺さんが葬式の花を持って投げ込んだとか、そういうふうなのはもう、ね、みんな大人になりなさいよと思ってたんだけど、だけどその分別に対立はなかったけど、積極的な交流っていうのもあんまなかったですよね、それぞれがあの、うん、そのまあ、あいつらあんなやってるらしいぞみたいな、ちょっとその、うん、と距離感はあった、ね、距離ありましたね、なんだろう、つまり負けるもんかっていうか、だから今みたいにその劇団を超えての客演みたいなのがほぼなくて、はい、まあ、それぞれがみんなその何者かになってやると思って、うん、全部が孤高の存在というか、そう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 、うん、みんなやっぱり一匹狼みたいな、劇団として一匹狼として戦ってたって感じがやっぱすごいありますよね、うん、あ、そうなんですね、うん、先ほどの塚さんの作風とかにすごく影響を受けられた、いや影響はね、影響としてはあんま受けてないんだよな、ね、うん、好きは好きだった、好きは、好きだった、好きでしたね、好きでした、あのね、なんで影響を受けてないかって言ってるかっていうと、うん、塚さんのやっぱ作風は一種やっぱり麻薬みたいなもんだから、うん、はい、あれに影響を受けて潰れていった人たちはすごい多いわけですよ、だからすっごくやっぱこの塚さん的な表現とは距離を取らないとまずいぞっていうのはすごく思ってた、それはやっぱ塚さんは塚さんの世代をすごく表したコミュニケーションで、
僕らの一個上の世代っていうのは、うん、塚さんの言葉じゃないけど傷つくことだけ上手になってるから、うん、僕本当に劇研の演劇研究会の先輩から、うん、小上、俺はお前のことが大嫌いだ、うん、酒を飲もうとか言って、大嫌いだ酒を飲もうっていうさ、この人何を言ってんだろうと思った、うん、でも本気なんだよね、だからつまりそうやってもう摩擦熱を作ることがコミュニケーションだっていうのは、うん、やっぱ上の世代のもうそういう文化だった、そうキャラクターとかカルチャーだった、うん、塚さんはそれやっぱ代表してるわけ、でもそれは悪いけど僕らが違うっていうのがやっぱすごくあるんで、僕らは悪いけど、まあ、あの君のところのボスもそうだけど、なんかこうピンクパンサー抱えて逃げ出していくみたいな、なんかそういうその人間関係から逃げ出していくっていうベースがやっぱどっかにあってね、それはね、そのいいとは思ってないけど、うん、でもといって上の世代みたいな熱いコミュニケーションは、うん、やれって言っても無理なんだよっていうのがあって、うん、それは恋愛を描くのでも塚さんの恋愛の描き方ってのはお互いがもう傷つけ合うことが愛の確認みたいになるけど、うん、もう悪いけどそれは僕らは見ててここまで傷つけ合うんだったら別れた方がいいと思いますよっていうふうになるみたいな、だから塚さんの熱とか、うん、その、あの、なんていうのかな、あのギャグとか、うん、そういうのはすごい面白かったけど、その語り口っていうか文化はすっごい気をつけないとやばいと思う、はい、だからとにかく塚さんとどう距離を取るかっていうのがやっぱ一つのものすごい大きいテーマだった、なんか好きだからこそっていうのもありますね、うん、もう同じもの作ったってしょうがないですしね、うん、なんかそうだね、でも好きもあるけど 100% 好きじゃなかったってことなんだよね、あ、なるほど、そういう意味では、うん、だからそれはやっぱあれじゃないかな、うん、なんかあのそこでもし 100% 好きだったらやっぱ同化してもいいとか、うん、だからよくダサみたいに作った理由の時に、うん、いや好きな劇団があったら入ってたんだとか、でもどの劇団見ても、うん、帯に短した好きに流しと自分では思ったと、うん、ここはすごいいいけどここは嫌いとか、うん、塚さんのギャグとか突然ダンスが入るとか、うん、は大好きだし、うん、そのなんていうのかな、あの気取り方とかも大好きなんだけど、うん、でもその一歩入った時の熱いコミュニケーションとかは、うん、ここまではなとかね、でも演劇に対するそのあるバカの仕方っていうか、距離取り方っていうか、はい、和馬さんがこう自転車になってパーッと出てきて舞台の前面で、うん、青春和馬森生ですって走っていくみたいなさだからなんだみたいなでも面白いじゃないかそれはみたいな、そういうのはすごい素敵だったんだけど、でもやっぱり根本のところのなんかのがちょっと違ってたっていう感じはすごいありますよね。でも前の時代にそういうのがあったからこそそれにその対するまたエネルギーが生まれてきてるっていうのもあったんでしょうね当時、うん、そうでしょうね、うん、まあはっきりしてるのはやっぱ劇場は熱いもんだっていうのは、うん、塚さんから教えてもらいましたよね、熱くないとやっぱ面白くないんだっていう、うん、静かでどうする静かでどうするは割と今も思ってるは思ってるんですか、もちろん、あ、なるほど、静かなど犬に食われろって低血圧だって、なるほどです、だったらだって劇場来なくていいじゃん、あ、ね、うん、お台さん舞台こう旗揚げされてものすごいスピードでこうメキメキと、だって2年で鈴なり4年で紀ノ国屋ホールに進出されているっていうのはもう今の演劇界とか今の新しい劇団では考えられないスピードでの進出だと思うんですけど、そのあたりのお話も聞きたいです、うん、だからみんなやっぱりあれだね、よく後々みんなに誤解を与えたっていうか、みんなそういうふうになれると思って、うん、あの人生を棒に振った責任がお前第三舞台みたいになれるんだって言ってみんなね、あるとかって突っ込まれましたね、だけどまあラッキーでしたね、本当ラッキーとしか言いようがないんだけどね、うんうん、でもその手応えを感じる瞬間、そのあ、うん、いけるっていうようなその瞬間っていうのはどういう時にあったんですか？旗揚げか、その朝日のような夕日を連れてっていうのをやって、うん、3日間しかなかったんですけど、まあ、あの演劇劇編のその演劇研究家の先輩に嫌われて、うん、お前ら金取るなって言われて、で要はお金取って見せるものになるかどうか分かんねえんだから、うん、金取るんじゃねえぞって言われて、うん、それで、まあ、カンパ制っていうふうにいくらでもしてくださいってしたんだけど、うん、2日目かな、終わった後、うん、あのテントでやってて、でテントって結局夜誰かが寝とかないと、うん、その照明機材とか音響スピーカーとか全部あるから、うん、まあ、防衛してるわけですよ、だからでも俳優はみんな休ませてあげたいから、まあ、僕とスタッフが何人か、うん、あの 泊まるんですけど、2日目終わった後あの芝居終わって終わスタッフと終わったねって言ってたら、うん、その入り口がザッと開いて、うん、すいませんって言って、さっき芝居見たもんなんですけど、うん、あまりにも感動したんで、うん、飯をおごらせてくれませんかって、
焼肉とかどうですかって言われて、でも俺はその本当にあの引っ込み思案で何度も言いますけど、ね、本当に何度も言いますけど、だからそのスタッフにちょっと、せっかくだから言っといてスタッフに行って、それでしばらく1時間半ぐらいとかどうだったんですか、いや美味しい、美味しい焼肉でしたって言うから、よかったねって言ってるみたいな、そういうのがやっぱあって、ああみんなやっぱ喜んでくれたのかなってのはすごい思いましたね。4年目でじゃあ紀伊国屋でやろうっていうのはどこからスタートで、いやそれはあのね、3年目ぐらいの時にあの制作が今日紀伊国屋の方がいらしてますって言われて、何って言ったら、いやあの紀伊国屋のホールの人は紀伊国屋で上演していいかどうかを全員が紀伊国屋のスタッフが見て、それでその紀伊国屋のスタッフが OK 出さないと、ただ単に申し込んだも貸してくれないんですよ、ということは見に来てくれてるってことは、紀伊国屋でやれる可能性があるってことって聞いたら、そうみたいですよって言って、あの気に入ってくれたらね、それで終わった後に制作が連絡したら、ぜひ紀伊国屋でやってくれないかって言われたのが、だから3年半、旗揚げして3年半目か、3年、まあ、でそれでそのままその次の年で4年目にやれたっていう感じです。はあ。面白かったでもこともあるし、やっぱり時代もねきっとあったんでしょうね。なんでしょうね。だから自分たちの世代、今でいうユーチューバーじゃないけど、自分たちの文化をそのこうやって作品にしてくれる人がいるんだっていうか、その自分たちの思ってることをあのこうやって誰かがやってくれてる。だからユーチューバー見た時の、ああ自分の思ってることをちゃんと言ってくれてるとか、毎日のその悩みをちゃんと語ってくれてるっていうのと同じ目線だったんじゃないかって気がしますよね。それはだから今でも覚えてますけど、紀伊国屋の初日ね、初めて紀伊国屋に行った時に、みんなずっと応援してきたけど、鈴なりとかテントとかちっちゃいとこでやってて、紀伊国屋で大丈夫なんだろうかと思って、みんな思ってたんだもんだけど、初日もうすぐ開演っていう時にこう客席にふっと行ったら、客席がねすっごい静かなんですよ。おっと思ったら全員客が緊張してるのね、こうやって、本当に大丈夫なんだろうむしろここまで来たけど紀伊国屋ってどうよこの速さみたいな、みんな緊張してたんだけど、そうそうそう、それがだから本当に、あのまあ一応最後終わった拍手聞いた瞬間に、まああよかった、みんなが納得してる拍手だっていうのが、まあ音と熱量で分かるので、ああよかったと思って、なんかあやった甲斐があったなと思いましたね。そうなんだ。まだ学生から少し出て少ししてからぐらいのことだったもんね。もう卒業したぐらいです。そうですね、3年半4年ぐらいって言ったらそうなりますよね。数々のこう夢半ばに成功しなかった劇団に比べて、そういう偉業を成し遂げたその成功したポイントというか、どこにその分析するね、どうした分析するね、分析したいよね、それはね、何が成功の秘訣だったのか。それはもう早いけど、あの偉そうだけど何回も聞かれたんだけど、面白かったとしか言いようがないわけ。でもね、面白かったというか言いようがないんだけど、僕らね正月のね、大晦日と正月1、2、3と盆のお盆の8月15、16、17以外は毎日稽古してたからね、もう本当に、だから自分たちはこれでつまんなかったらおかしいと思ってた。だって旗揚げの朝日のように夕日出てた5月の13、14、15ぐらいの公演だったんだけど、旗揚げの時は稽古10月から始めてるからね10、11、12、1、2、3、4で、7ヶ月稽古して、何が起こるかっていうと、役者が一人休んでても、そいつのセリフが聞こえてくるの。もうね、本当にそんだけやってると。そう、そんだけやると、それでね、3ヶ月ぐらいやった時に、これなんかしかしまだ足んなくないかみたいな、一回これ壊してさ、なんかちょっとやってみようかみたいなことをやって、でやったんだけど、あやっぱでもやっぱりこう最初の方がいいかなとかっていうのもやったし、それからねその旗揚げの、1週間前ぐらいにもう完成してるんだけど、あの一応その、いわゆるプレビュー、プレビューってやってみないかって言って、全く分かってなかったんだけど、違う場所っていうか小さなアトリエに、あの何人か知り合いというか支援会的に呼んで、で朝日の夜にするとやって、でみんなにこう感想を聞いたら、そしたらすごい面白くて最初から最後まであっという間だったんだけど、ちょっとはホッとする時間みたいな、休憩するような時間が欲しいんだって言われて、じゃあ休憩時間作ろうって言って、その浦山とエースが
はい、っていうのがあのと護道2人が、はい、あの元気ですか元気でしたよ、うん、元気ですかっていうシーンを作るは、うん、そのモニターがあって作ったへだから1週間前ぐらいにそのシーンを入れて、ね、後から見たら、うん、やっぱそのシーンがあったからやっぱり余計面白くなったなみたいな、うん、はなんか、うん、そういうワークインプログレス的なことをもう当時にやってたっていうか、ね、しかも旗揚げの時にもそれ作ってれて ね, ねすごいですねだからよく、うん、もし本当に面白くどうしたらいいんですかって劇団の人に聞かれたりするときに、うん、主催者に聞かれて、うん、君はだからどれぐらい前に台本できてるの、うん、っていつも聞くんですよ、うん、そしたら、まあ、あの稽古、うん、稽古始まった予定か1週間ぐらい後ですとか、うん、ひどい場合は初日の3日前ですとかね、まあ、だからいやいや本当に面白くしたいんだったら、うん、やっぱ稽古の1ヶ月以上前にはもうできてて、うん、それでそのいろんな意見聞いて、うん、直してから稽古に入るとか、はいだそれはやっぱり作品は努力を裏切らないっていうか、それは本当にね、本当に働きして5年、5、6年ぐらいまでは、年の休憩の時間が本当に1週間あったかなかったぐらい。本当ですよ。だから僕は免許取ったのも初めてスキーに行ったのも全部30代で、20代はもうずっと稽古してます。全く遊んでなかったっていうことですね。だからね。本当に本当にそうです。でも大好きだったんですね。演劇もだし、メンバーもだし。まあ、そうね。でもやってることはすごいシンプルで、今日はさ本当に笑ってみようか、嘘じゃなくて本当に笑ってみようか。じゃあはい自由にやってみようとかでやるじゃないですか。で、まあ、もちろんネタとかあるから、そしたらあの時ある次の日は今日はさ本当に泣いてみないかいって本当に。泣くっていうのはどうしたらいいんだろうねみたいなのをいよいよやってみるとか、そういうなんだろうね、まあ稽古も好きだったけど、なんだろうな、真面目だったのかな。いや、その演劇ってやっぱりその時間かけなきゃいけないし、そのお金もかかるし、その効率が悪いというかね、ではされますけど、そのやっぱりその時間かければかけただけのものはやっぱりありますし、ね、そのそれはまあ時間を裏切らないというか、もちろん濃密な時間であることは大事ですけど、そのあのうちの劇団も3ヶ月前に必ず新作の脚本を上げるっていうのがうちの劇団 の,、うん、あの習わしというか、うん、あったんで、それで3ヶ月も何やってんのみたいにねよく聞かれてたんですけど、もうその倍ですからね、その旗揚げの時からね。でもそれは旗揚げの時だけだからね、それからあとはもう年に2回やんなきゃいけないから、結局まあ 2,3 ヶ月ぐらいになっちゃったんだけど、でもやればやるだけ本当にね、損はないと思う。だから本当にひいひい言いながら初日直前に書き込みを上げるみたいなのを、はね、いくら繰り返してもね、あんまダメだと思うんだよね。もちろんね、ギリギリまで粘ったから書けるっていうね、いう流れももちろんありますけどね。まあだからみんなね、再演っていうのをね、重ねたりとかね。そうですね。一回できたものをさらにもっとしっかり構築するっていうことで、再演重ねてっていうね。鴻上さん自体は再演とかは多いんですか？そうですね、再演はやっぱりあの本当にブラッシュアップするためにはすごい大事だと思うんですよ、すごくね。日本はね、割とその再演、なんか新作文化というかね、新作が多いですけど、お客さんはだから、再演なのって、ね、新作じゃないのとか、まあ、俳優も言ったりしますね、新作じゃないのって言うんだけど、でも再演はすごい大事。なんか、はい、あの私も実はご一緒一回鴻上さんの作品で、鴻上さんの演出じゃなくて、その虚構の劇団に、だったのかな、そう。虚構の旅団、旅団バージョン。旅団バージョン、そうかそうか、に出演させていただいたことがあるんですけど、あれは割とその、もともとお作りになったのは若手を育てるため、虚構の劇団はね、虚構の劇団はね、っていうのがあるけど、今その若手に求めるものとか、何かお考えになることありますか？なんか気になる俳優とかもいらっしゃったら聞きたいですね。気になる俳優？そうですね。そうですね。どうでしょうね。いや俺はもうそんなそこまで若手だって、俺の中でだってこう君の、あのだって空客あの、うん、あの、あの一となんだいやグループだったらそれこそあのレオぐらいしか浮かばないみたいな、レオぐらいしかっていうのは若手という、うん、でもレオも全然もう若手じゃないじゃん、もうね、もはやね、もういい年じゃん、いい年じゃない、大人じゃん、確かにね、怒られちゃうけど。だからそんなに若手はよくわかんないですね。確かに、交流とかってね、どんな感じかなって。いやいや、もう全然ないね。先生をやられてたりも。先生はすごい。先生はあの東邦学園芸術大学ってことで先生やってんだけど、まあ、それはあるやってるけど、若手との交流っていうのも、若手もだって俺が来ても困るだろうって。でも そもそもでも虚構の劇団を旗揚げる時は、だってその若い、俳優たちとやるっていうコンセプトだったんですね。そう、若い、まあ、要は、まあ、本当に幸か不幸かっていうか、まあ、あの教師体質なので、人を育てるのが好きなので、あのプロデュース公演やって1回だけ出会った時に、ああ
こいつとあと3回ぐらいやったらいい俳優になるなとか思うんだけど、まあ、事務所さんの都合もあるからそんなにできるわけないので、うん、そこで終わっちゃうわけですよ、うん、で、まあ、でもそれがその俳優として演出家としてもどかしいっていうか、ちゃんと育てることができたらなっていうのが、まあ、元々は巨峰の劇団を作ろうと思った動機の一つっていう、こう若手っていうその枠組みを一回覗いたら、うん、劇作家さん含めてこう気になる人がいるかとか、あとはもう全体的にどういう俳優とかに魅力を感じてらっしゃるかお聞きしたい。いや若手もだから本当に最近はね、あのそれこそもう10年ぐらい前になる、それこそ根本宗光を見つけたぐらいが若手とやっぱり出会ったぐらいだから、うん、そっからあとはこれっていう存在はあんまりないね。宗光ちゃんとは何か、あの小上さんの舞台にも何回か出演なさって、まあ、何回とか1回だけどね。根本宗はだからもともとはテレビの番組で知り合って、うん、それで演劇やってんですよって言うから見に行ったら、うん、その当時彼女23ぐらいだったのかな、うん、完成度があんまりにも高くて、うん、ちょっと待てってのがこんな完成度の子がいたかと思って、うん、でもまあ後々話聞いていくと、まあ、松尾鈴木チルドレンというのが分かって、はいはい、どんどん松尾鈴木側に寄っていったので、うん、まあいいやと思ってそのまま放流しときましたね。そういうのあるんだいや、あのね、塚さんのあの感性っていうのがあって、うん、その後に多分俺の感性っていうのがあったんだと思うんだけど、うん、その後俺はね、あ、新しい人が出たなと思ったのが松尾さんを見た時なので、うん、それはね、世界に対して塚さんは熱量で接しようとして、はい、で俺は割と冷めて、うん、あの接しようとするんだけど、うん、松尾さんはね諦めて接するっていうか、なんかあのちょっと新しいスタンスだなっていうのがあって、うん、っていうのがあって、まあ、だからあのうんで、まあそんな感じ。なるほど、ありがとうございます。創作についていろいろお伺いしていきたいと思うんですけれども、うん、あの森下さん、はい、その創作について何か下手なふりしたな嫌なの聞きたいことが多すぎて、今の君の役目はじゃあ何なんだそれ自分でやる意味ないやお前失礼しました、失礼しました。分かりやすいなこの人びっくりしましたね、ちょっと本当にびっくりしました、ね、こんな分かりやすい丸投げ久しぶりに見ましたね、すごいなあ。じゃあ僕聞くとしたら、うん、あのそのさっきね、そのもう虚構の劇団の話とか言っちゃいましたけど、その手前にそのあのイギリスに、うん、あの留学行かれたじゃないですか、うん、でもそのイギリスに行かれたのって、うん、それ何ドヤ顔して言ってんだそれそれは言いたかったイギリスにね、ええ、行かれた あれって、うん、あの演出家としてではなくて俳優として、あの要は演出のコースがないので、あの演劇大学の演劇学校に、ね、はいはい、演劇学校にはなくて、まあだからあの やるとしたらもう、うん、俳優っていうか、まあ、そもそも第三舞台が、うん、いわゆるロンドン公演をやって、うん、そしたらその時に演劇学校の先生が見に来てて、で手紙が来て、ですごい面白かったんだと、うん、で君はあの、まあ、あの西洋の演劇テクニックを学ぶのも、うん、いやあの役に立つと思うよ、どうよかったら来ないかい、うん、っていう手紙が来たんですよ。だけどその時俺がなんか33か4かな、うん、時に読んで、うん、生徒で来い、うん、ふざけたこと言ってんだ先生として来いと、生徒ってのはってんで、チャイしてた、チャイしてて、うん、で5年ぐらいこうやって、で37ぐらい8ぐらいになった時に、うん、まあ、一応みんな俳優も食べれるようになって、うん、でそれなりにまあ名前も売れて、うん、まあ、一段落一安心したっていうか、うん、まあ、嫁に出した親みたいな気持ちになって、うん、であそういえばああいうのがあったなと思って、うん、で Do you remember me? とか、うん、だいぶ経ちましたけど、手紙を書いたら、うん、そしたら君ももう来年だったら38になる、うん、それでその一緒にあの若者とできるかどうかあの不安だとかって、うん、じゃとにかくでもちょっとあの会ってくれって言って、うん、行って、それでオーディションっていうか面接をして、うん、で授業にいきなり放り込まれて、で授業の中で邪魔になるかどうかをこう、あのまあそれがすごいラッキーだったのは、英語全く分かんなかったんだけど、うん、やってることが想像ついたので、うん、ああそういうことかと思ってやって、うん、それであのあじゃあどうだろう、そうか、別に特に話せるわけではなく、全然すごい、
本当に飛び込んだんです、ね、だからその時最後に、ええ、あのなんかちょっとしたら分かるじゃないですか、お前は喋れない、まあ、だから不安だと、で、9月からでそれ行ったのが、ね、3月ぐらいだったんです、うん、で不安だと、だからその英語力はだからダメかもしれないと言われたから任せろと、まだ半年あるんだと、うん、半年後にはもうペラペラになってペラペラになってくるから、まあ、テイクマイワーズって言うんだけど、私の言葉信じなさいよって言って、それで帰ってきたんです、だけど帰ってきたら芝居が待ってるわけで、勉強なんかできないでも今は少し英語を覚えられる、まあまあ、あれあの時代よりはね少しはね、でもまあダメですねもう興奮して早く喋られたらもう手上げですね。いやでもすごいですね、その普通はねやっぱりその準備してというか、まあ、準備できる期間がなかったからっていうのはありますけど、それで英語も話せないまま飛び込んでっていうことなんですよね。そうです。でも周りはその演劇学校だから演劇学校で、まあ、いわゆる若者たちロンドンのナンバー2ですね、あの、ナンバー1はがあってナンバー2のとこなんだけど、まあ、でもナンバー2なんだけど最近はもうナンバー1になりつつある、まあ、いわゆる、クラスメートにオーランド・ブルームが一緒にいて、それからその4、5年前の先輩が、あいつあのトレインスポッティングとかスター・ウォーズやった、のその人、ここになんかテロップ出したみたいな、これこの人ですね、っていうとこですから、だから高校出たやつらと大学出たやつらがあの集まるんですけど、イギリス人がメインですけどアメリカとかあと、まあ、イタリア、スペインとかもいましたし、ね、1年間行ってらっしゃったんですか。です、はい、なんかその方たちと一緒に共演とかレッスンを受けて、なんか どんなあのね、結局あの俳優を目指す人は全世界共通だなと、だって結局終わった後パブに行って何喋るかというと、俺はプロの俳優になれるだろうかとか、ショーって呼ばれてたんですけど、ショーどう思う、お前はプロの演出家なんだろうって言って、俺はプロの俳優になれるかなとか、そんなこと分かるわけねえじゃんみたいな、まあいうのはありましたけど、でも実は君は絶対プロになるよって言ったやつがいて、間違いない売れるよって言ったスティーブっていうのがいるんですけど、それはその後もうブロードウェイとかウェストエンドとかの結構主役級をやってて、でオーランド・ブルームはもう全然売れると思わなくて、でものすごいハンサムだったんだけど、ある時オーランド・ブルーム学校に来なくなって、どうしたのって言ったら、酔っ払って屋根に登って落ちて肋骨折って入院してるって言って2ヶ月ぐらい来なかったんですよ、やっぱオーランドバカだなって言ってたんだけど、こんなに有名になるんだって友達になっときゃいけないそうですね、だからその留学した後 4,5 年してからな、オーランドがオーディションに受かったよ、ロード・オブ・ザ・リングっていう映画だよっていうのが来て、ロード・オブ・ザ・リングってあのロード・オブ・ザ・キングって何も映画になるのかよと思ったら映画になって、あっという間にもう世界的に有名になっちゃった。でもその時君はプロになるよって言ったらそのスティーブ、スティーブは何が違ったんですか。そのスティーブはやっぱりその面構えと何だろうな、もう演技もうまかったし、存在感も大きかったよね、だからスティーブは本当それが違って、だからやっぱりその後10年ぐらいしてかな再会して言っただろうって「As I told you」っつって言って「プロフェッショナル」っつって言ったら「そうそうそう」っつって。日本と海外 その俳優とか演出方法とかってどういう違いがありますか。やっぱり向こうは自我が確立してるっていうと怒られちゃうんだけど、俺ね悔しいのはね、日本に来たあの海外西洋の演出家がこっそり言うんだけど、日本人は演出しやすいっていうのね、でなんで演出しやすいかっていうと、そこで笑ってくれって言ったら、理由が分かんなくても笑ってくれるんだと、従順というか、そう従順なんだよね。で海外で自分の国で演出すると、そこで笑ってくれって言ったら、なぜだって聞かれるわけ、で理由がなかったらやっぱ笑えないっていうわけ、だから演出家の仕事は嘘でもいいからでっち上げるわけ、いやそれは昨日 のシーンで昨日のやったことであれを急に思い出して、だからそれがすごい楽しかったから思い出して笑ってるんだとか、もうでっち上げでもいいから、とにかくちゃんと理由をつけないと動いてくれないんだけど、日本の場合はもう本当に、だって演出家が困ってるんだからやろうよみんなみたいな、いやその理由は後からこっちつけたら、ね、いいからみたいな、その人は賢いから、その自分で理由をつけようと思うけど、多くの、なんていうかな、未熟な俳優たちは、もう言われたらやるっていう、大きい声で言えって言われたら、そのセリフは大きい声で言ってって言われたら、やっぱり向こうはなぜ大きい声で言うんだっていう、それはつまり、嘘でもいい、伝えたいから大きい声に思わずなるんだとかでもいいんだけど、それを分かんないまま、あ大きい声って言われたら、じゃあ大きい声で言おうとかっていう。ふうにやっぱり
思う人があの、うん、多いっていうのがあって、うん、だからもうとにかく向こうは全部理屈でこう伝えていくのね、うん、それである芝居でこれはもうあんま日本人の演出家さんがロンドンに来た時に、うん、最後のシーンで客席に向かってポエムを読むっていうシーンがあって、うん、でそのポエムは、まあ、光が眩しい海の光の反射が眩しいっていうシーンなんだけど、うん、っていうポエムなんだけど、うん、7人ぐらいが延々とポエムを客席に向かって読むシーンなんだけど、うん、全員が後ろを向いて読み出して、うん、で演出家がびっくりしてどうしたのって言ったらだって後ろが海の設定だろ、うん、海の光が眩しいってことは後ろじゃん、うん、前向いてこっちは道路なんだから、うん、こっちに向かって言わないとおかしいじゃんってことになって大騒ぎになって、うん、それで稽古がやっぱ中断して、うん、それでもうこのままじゃもう幕が開けられないになって、うん、クライマックスだから、うん、でも日本人ならすぐ分かるけど、うん、最後綺麗な音楽が鳴って5分ぐらい登場人物がポツリポツリと綺麗な詩を読んでさ、でおしまいっていうのはすごい分かりやすいじゃないですか、うん、それをでもだからこそ最後だから正直に後ろ向くんだっていう話になって、うん、で通訳の人がわたふたしてどうしても向いてもらいたい、まあ、デスペレートリーって言うんだけどどうしても向いてほしいって言ったら、うん、役者たちが相談して、うん、分かったっつって、うん、みんなが正面向いてそのセリフ言って、うん、それで幕が開いたんだけど、うん、で幕が開いたからほっとして日本人のその演出家が帰ったら、うん、全員後ろ向きされて、どうしても生理的に無理だっていうのが。でその話もまあ聞いてたから、はい、そうかみんなやっぱり理屈じゃない理屈でちゃんと納得させるんだなと思ってたわけです、うん、思ってたんだけど、うん、よくこう芝居見に行くとミュージカルは、うん、王様がこう奥から出てきても、うん、全員が正面向いて王様って歌ってるじゃない、それはそうね、イギリス人にちょっと待てと、はい、ね、俺はこういう話を聞いて、うん、みんな後ろ向いたって話聞いたんだけど、うん、ミュージカル見に行ったらみんな正面向いてるじゃない、うん、これどういうことなんだよって聞いたら、イギリス人みんな、うん、それはミュージカルだからまあそう言われたらって言ったら、ミュージカルはそういうものなんだよって、うん、でもストレートプレイはリアリズムだから、うん、その、後ろなんだよっていうわけ、ね、で俺がトランスっていう芝居をイギリス人でやった時も、はい、もう一生懸命こうだから自分の中でも理屈ひねり出して、うん、そこで大きいセリフを言って、うん、そこのそのセリフを大きく言ってもらいたい、ね、でも理由は大きく言ってもらった方が笑いが取れるだけなんで、うん、笑いその単語を強調して言うと笑いが取れるんだけど、うん、そんなことを言ってしまうと、うん、その笑いを取ることがテーマなのかみたいになっちゃうから、だからその嘘でその、うん、どうしてもその言葉を嘘で伝えたいからその言葉を言うんだよみたいなことを一応言ってたわけ、うん、そしたらね、一人でも三蔵役やったラシャンという俳優がいたんだけど、うん、ただ俺の演出ずっと見てて途中で庄司って言って、うん、本当は、うん、お前これここのセリフを大きい声で言ってもらいたいんだ、うん、そうなの、うん、で理由はねって言うから、うん、いやとにかく、うん、じゃあ理由は今森さんが言ってみたいな、うん、考えるわ、とにかくここ大きいセリフで大きい声で言ったら、うん、笑いが欲しいんだろお前、おそうなの、うん、って伝わった、そのセリフ俳優はだからミュージカルもやってた人だったわけ、だからストレートプレイのリアリティとミュージカルのリアリティが両方分かるので、その俳優だけは話がすごい通じた、だから上手い俳優はそこもやっぱり用東西問わずで、いやそうですよね、同じなのよ、頭が柔らかい、そうそう、本当にそう、本当にそうな、うん、だから学校 の、うん、こう発表会も俺も役者でキャスティングされたんだけど、うん、頭が硬い、やっぱりみんな若いから、うん、そうすると演出家がコメディだから、うん、そのセリフを大きい声で言えって言って、うん、これでもうでこういう理由だから大きい声っていうふうに言うんだけど、うん、絶対笑ってほしいからって言ってるんだけど、うん、それに対してその俳優は、うん、いや僕はそう思わないと言うわけ、いやだから解釈を語ってんじゃなくて笑いを取るための言い方をしてるのに、うん、お前はアホやなってそこの間を詰めれば笑いが出るのに、なぜそんな僕はそう思わないとそんなこと言うんだお前はみたいな、だからうまい俳優、スティーブはそこですごくやっぱりちゃんと柔軟だと、だったんだけど、スティーブとね、俺はハムレットで墓掘り妊婦の役を2人で振られて、でスティーブって My mission is to audience make laugh って言って、うん、私の使命はオーディエンスを笑わせることだとかって、この墓掘り妊婦ってのはここでファッと笑いが来て、うん、でそこでほっとして分だけ余計後半の悲劇が高まるから、うん、ここは笑いを取んなきゃいけないんだということを力説したんだけど、さすがにスティーブはそれに対してはちょっと首かしげて、いやまず墓掘り妊婦の人生からアプローチしていかないか、うん、いい役者の条件とかよく言うじゃないですか、でもそのなんか僕らも役者同士で話す時のその、うん、うまいけど
そのこの分野のみみたいなね、うん、人もいるし、うん、その常にそのどんな国にも行けますよみたいな、うん、どの文化にもすぐ留学行けますよっていう人もいるし、なんかそういう役者の方がやっぱりその何でもできるっていうのがやっぱり役を演じるものとしてはいいのかなっていうふうにやっぱりね、うんうん、でもまあ昔影が言ってたけど、うん、あいつは癖の塊だったんだけど、影敏夫は影が自分ででも小林さんね、癖は武器になりますからねって言い放って、うん、おっと思って、うん、だから小林さん僕はけだもののね、なんかもう女の子が見るともう5秒で種植えしてるみたいな、その思ってるでしょ、うん、そのまあ正しいんですけど、うん、そのパワーはね、うん、誰にも負けないわけで、うん、それはやっぱり何を言うが売りですから、うん、そりゃそうだと思って、うん、つまりやっぱりその癖をなくす必要はないというか、はい、癖を自分で癖と自覚するかどうかの違い、うん、だから多くの人は癖を無自覚にやってるから武器にならないんだけど、はい、家計ぐらいになってくると、うん、ここでわしがこういうふうにしてすると思うとるやろう、うん、黒髪っていうのがあって、うん、わしはしちゃるわみたいな、そのやっぱりなんていうのかな、うん、向き合い方はすごい武器になるっていうのはありますよね、うん、ジャンキーシスタージャンキーブラス岡田。